クリエイトボーイのフリフリトーク。どうもー、どうもクリエイトボーイでーす。さあ早速ですけれども、今日は、では何の曲を、フリフリトークしたいま、今日弾き始めてる、なんか今日は何の曲をフリフリトークしちゃいますか。いや、おかしいおかしい、なんかおかしい。あれあれ、あ、もう一回、もう一回、もう一回、すいません。ドレミファ、歯がないから。いやいやいや。日向坂46のドレミスラシド。46のセカンドシングルですね、ドレミソラシドということで、これについてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。だからか、みんなさ、あ、空色、あ、あれ、あら、そうだね、どうしたのこれ。これはですね、実はね、紅白歌合戦の、時にメンバーの皆様からプレゼントしてもらっちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。スライドちゃんね。スライドカホで。基本的にライブの振り付けについてちょっとお話をさせていただくんですが、ライブとミュージックビデオがちょいちょいね振り付け違うところがあるので、ミュージックビデオのところもちょいと挟んでお話ししていきたいと思います。はい。さあ最初の始まり、もうこれ最初からインパクト大なんですけれども、ああ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 あイメージして作らせていただきました。で、なんか音をね、よく最初から聞くと、みたいに聞こえないかなっていうね。この曲のタイトルを聞いて、あの音を聞くと、もう拍手が喝采なんじゃねえかなっていうところからちょっとイメージしまして、最初オーケストラのフォーメーションに並んで始めさせていただきました。幕上がってるよね。確実に上がってるね。指揮者はね、もちろん小坂さんがやってらっしゃいます。指揮の練習もね、結構頑張ってしました、うん。それからもちろん日向坂といえば、ということでこれが強調されておりますよね。そこからの最初、これ皆さんもう覚えていただいていると思いますが、ドレミダンスきますよ。このドレミダンスについてちょっと教えていただけませんでしょうか。はい。このドレミダンス、この動きですね。これはですね、シェイクというダンスから着想を得まして、シェイクっていうのが、こういう、周りたちがウキウキ踊り出すイメージをして、ウキウキしてるぜ。名付けまして、ドレミダンス、かっこひまわりウキウキダンスでーす。これをイメージしてもらいたいと思います。はい、では1メロいきたいと思います。はい、ではここかなりインパクト最初から大きいですけれども、みんなで円を作って踊ってますよね。これはですね、まず円になってるというのは、あの目線をみんなお互い合わせていくっていうのを常に意識してまして、こうハッピーな雰囲気をもう作っていきたいと、そういう気持ちを込めて円形で始めてみました。そしてこれはもう力をね、空に向かってこう高めていくようなイメージから、これはもう歌詞通りなんですけど、ドレミのね、矢がね、胸に突き刺さってるんだね。ここに突き刺さってるイメージをして、この振り付けにしよう。突き刺さっちゃった。突き刺さっちゃった。はい。引き続きというようなイメージでございます。またちょっとミュージックビデオのこと挟ませていただきますが、はい、一人一人いろんな場所でね、いろんな振り付けをやってたりするんですけれども、はい、ここは何かイメージとかあったですか。あ、そうですね、ここはいろんなところでメンバーみんなが音楽を奏でているような感じでちょっと振りをつけさせていただきました。あれ、なるほど。あれ、今の動き宮田さんができたかな。
はい、というわけでね、屋上では宮田さんがバイオリンを弾いてたりとか、すごい良かったな。すごい良かった、すごい良かった。超奏でてた。エアーなんだけどね。あとね、浜岸さんとかはソファーの縁を鍵盤に見立てて踊っていたりとか、なんか、あね、やってましたね。あ、そうそうそう、東村さん。そうそうそう。キャンパスね。キャンパス。なんだろう。やっぱりいろいろやってますよね。キャンパスにね、こうね、音符をね、こう散りばめてるようなイメージだったりとか、そんな感じで振りを作っております。ミュージックビデオではね、そういうのを一人ずつやっていたんですけれども、もちろんライブではみんなで音楽を奏でているはずなわけですよ。そうなんですよ。ドレミが聞こえていたんだっていう歌詞のところ、皆さんお気づきになりましたでしょうか？後ろから、ド、レ、ミ、出てくるんですね、ここね。聞こえてきたんだ。音符ポンポンポンと出ました。これ音符をイメージしてます。ここね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで歌ってる人の後ろからね、音楽が実は流れてるっていう振り付けが実は入っているんですよね。 1B、 すごい印象的なというか、これはクリエイトボーイの中でもかつてない花道だったんじゃないですか？実は何だと思います？え、実はアコーディオンの蛇腹だった。なるほど。これ見たことない人もすぐ分かると思います。あ、ここのことだ。あ、蛇腹ってね。蛇腹の間から出てくる。こそ団結しないとなかなかうまくいかない構成ですので、みんなの普段の仲の良さが出てるなと私は思いましたね。いっぱいやったけど、なんかメンバー同士がね、こう、うまくいくためにああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかっていうのをお互い話すんで、うん、僕らはね、こう結構難しいことを要求しても自分たちで解決していく力がすごいあるなっていうのが印象的ですね。特にミュージックビデオ前。そうね、バッタバタな中でね、そう、それをやり遂げるからすげえなって思いますよ。さあ、一番話したいとこここですよ。サビですよ。来ましたよ。さあ、はい、来ちゃった。サビのイメージ教えてください。ひまわりの言われてきた。これはですね、ひまわりさんたちがもうテンション上がりすぎちゃって、もう根っこなんか気にしない、根っこなんか気にしない、ひまわりが揺れながら前に出てくる。すごい。これいいね。ものすごい面白いワード、根っこ。ダンスのジャンルで言うとね、チャールストンっていうステップなんですけど、メンバー上手だよ。あ、これね、結構エピソードあります。これを練習するために、これで鬼ごっこをするっていうのをやって、こう元気よく行ってからのジャンプがまたすごいね。飛んでくれてるよね。そうですね。え、あそこ一個行ってみようかな。あそこのジャンプ結構みんな高いんですけど、かかとをお尻につけるぐらいジャンプをするっていう、これをそうで、それクリさんがおケツアタックで、みんなしっかりおケツアタックするよ。だからみんなのジャンプすごい揃ってるんで、そこもなんか一個注目ポイントかなって。さすがクリさん。ね、ケツアタックからの、ここはちょっとクリエイトボーイかなりこだわりの場所だと思いますが、はい。はい、フォーメーションですね。フォーメーションね。これはもうみんなが一度前からしっかり顔が見えるっていうのがすごい大事にしてるところでありまして、はい、漏れなく前に来る。漏れなく前に来れます。はい、ぜひね、ライブでちょっと俯瞰で見るのも面白いと思います。はい、そうだね。スタンド向け。ロスのところね、その構成がさ、ちょうどひし形になってるんだけど、うん、ここのメンバーとここのメンバーがさ、5人ずつでこう入れ替わって、ちょうどシャッセシャッセ足上げてトントントンってやってるんだけどね、そこがね、五線譜をちょっとイメージしてこうやってるんですよ。全部音楽絡んでますよ。絡んでる。やったったって思った。音奏でたったって思った。ここ裏話。何リハーサル中ね、カウントでやってる時にそのクロスする瞬間に、うん、って音が聞こえてきて、あれ？なんで？と思って、なんで今パンってなったんだろうと思って、よく見てみたら、
あそこですれ違うメンバーがハイタッチしてて、その時は久美さんと東村さんがハイタッチしてました。あー、やっぱあの二人、はい、あの二人大々的にやってないから、そこっそり、こっそりハイタッチって言ったんですけど、この辺でタッチしてます。知らなかった。ちょっと言ってこう、一回息抜きして。一番終わりましたよ。またこっからが大変なんですよ、これ。あの盛りだくさんなんですよ、ドレミファソラシ。間違えた。パンパンね。パンパンない。はい、2番に行ってみたいと思います。ここからオーケストラが始まりますね。来ましたね。ちょっとここについてぜひ解説をお願いいたします。まず最初の歌割りに来るね、向かって右手側のメンバーの人たちは、前列がチェロでございます。チェロ、はい、本当はこうやって弾いてないけど。アイドル、ね、一応ね、おしゃれなやつで、後ろのメンバーがコントラバスでございますので、コントラバスもね、コントラバスそうで、ポイントとしてはこの左手の位置がちょっと違う、リズムがね、すごい後ろのメンバー高めになってます。で、真ん中のメンバー来まして、で、前列はね、フルートっていうことになります。あ、みんな憧れるフルートね、はい、これね、マイクの持ち方も結構こだわってフルートの持ち方に合わせたりとかしてますので、で、後ろのメンバーはトロンボーンの人が向かって右手にいて、で、向かって左側に来ました。来ました。せーの、じゃん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 。なぜかベース音をマリンバがやる。ありがとうございます。音をよく聞いてみると、ちゃんと皆さん何かしら奏でてます。で、向かって一番左手の人がね、バイオリンとビオラチームということで、ここでね、小坂さんも歌割りに入ってくるので、小坂さんも指揮者ポイってやって、はい、バイオリンチームに入っていきます。なので、各自どういう楽器をやってるのかっていうのがね、もう本当にちょっとちょっとした言葉がこだわり入れたりしてますので、よく見てみてください。うん、はい、イントロとつながってるので、ね、ものすごく面白いですよね、フルで見るのはね。で、ちょっと2番のサビの前に、これミュージックビデオの話になっちゃうんですけれども、はい、うん、すごい感動的な演奏をされてる人がいるんですよ。お、久美さんですね。あ、ちょっとそこお願いしてもいいですか。奏でてるね。ドレミドレミソ、火ができちゃうわけですよ。これ空に向かってね、ドレミドレミソラって弾いてるところで火になったって運命です。運命だね。運命感じちゃうんだよね。本当だよ ね。しかもちょうどなんかさ、太陽にさ、シュパーンって照らされるよ、ね、めっちゃ感動した。一個人の意見。ちなみにこれが見れるのはミュージックビデオだけですよね。さあ、そんなことで、2段のサビは1番と一緒ですので、ちょっと飛ばしますね、はい、さあ、では D メロに行きたいと思います、はい、音が盛り上がってくるところで、みんながこう前に前に向かって絵がすごく可愛いし、テンションも上がってくると思うんだけど、ここなんかイメージあるんですか。あれはね、ちょうどピアノの鍵盤をイメージして、で、白い鍵盤、黒い鍵盤、白い鍵盤、黒い鍵盤、真ん中の小坂さんはないファ。実はファがちょっとね、ここでチラ見えしてきます。いいですか。何ですか。 D メロ、ここちょうどミュージックビデオで、あのみんながジャンプして、あのスローになってるシーンじゃないですか。そうですね、あそこが映ってると思うんですけど、あれめっちゃ大変だったんですよ、撮影するの。っていうのは、あの高速で回転するカメラっていうのを使ったんです、あの時で。要はそのカメラが来るちょっと前にジャンプしてなきゃいけなくて、なるほど、はい、でそれをまず練習するために、こう真ん中にこうやっていて、はい、私が、はい、で、ここにこの右手に入った瞬間にジャンプしてねって言って、練習をしてもうみんなキャーキャー言いながら本番撮影臨んだと。いや、あのでもミュージックビデオのジャンプすんごい楽しそうに、そっから生まれた笑顔がね。そうなんですよ。落ちサビ行ってみたいと思いますね、はい、みんなで空に向かって火作ってますね。バー、いろんな方向に走ってって、いろんなところ向かってバーンって上げるんだけど、
ここにね、何が入ってると思う、この火の間に。何？ファ。何？ファが入ってんの。ファをね、各自見つけてほしいのこれ。あ、こう、あった、あった。この見つけたファを遠くのメンバーと見つけたよって見つけたよって言ってここで目合わせてんのよ。そうするとさ、自然にさ、笑みがこぼれてくるじゃんね。で、そこからだんだんなんかみんながその音になってほしくて、散らばった音みたいなのが集まってくるっていう感じ。これ音をイメージします。あ、音をイメージ。そこから最後のサビに行こうぜっていう振り付けになってるから、まあ、これね、火でもあるんだけれども、ちょっとね、こう何かを探しに行った、自分の音を探しに行ったメンバーたちっていう思いを込めて作っております。ライブよりもやっぱ場所が広いんで、火プール、すごい広いプールだったんで、めっちゃダッシュしてもらったんですよ。こうバーって走るじゃないですか。で、プールなんでちょっと濡らしてるんです。走った後にこう滑っちゃう。全然うまくいってるんですけど、ミュージックビデオのあのシーンではこれで滑りすぎちゃって笑う川田さん。またなんか想像できる、川田さんがそうなっちゃって笑っちゃう。やべって言ってる感じ。さあ、もうここからは最後のサビに行ってしまうんですけれども、最後のサビは1番と2番のサビでは見れない振り付けが実はあるんですよね。あそこじゃない？あそこ。どこどこどこ？踊ろうぜ。せーの、認められてこの胸よ、ドキドキちゃん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 、めっちゃ可愛いですよね。これ何イメージしてると思いますか？はい、なんだろう。周り周りだと思うでしょ。ここね、歌詞がドキドキしてんのよ。歌詞がドキドキしてるから体温上昇っていうのね。作っておりますね。膝から上がってっちゃうね、上昇。膝からだんだんこう体温が上がってって、一番ウキウキしてる状態をここで表現したいなと思います。なんかドキドキした時に使ってください。体温上昇。ライブ見てくださるお客さんも一緒にやってもらいたいね。ね、体温上昇。一回しか来ないから。この振りの続きで、はい、経験不足の、はい、うん、これ全部のサビでやってるんですけど、はい、うん、経験不足のこのの、ここが本当に可愛い。ニブちゃん、ニブちゃんね、ニブちゃんもすごいフルフルしてるんですよね。ニブちゃんフルフル得意よね。これもその経験不足の恋でもすごいウキウキしてるっていうのを表現したくて、こうフルフルっていうのを入れてます。これは3回いきますか？3回いきます。これみんな一緒にフルフルタイム。最後サビには特別な振り付けがありつつ、はい、ラストのポーズですね。3種類実はポーズあるんですよ、一番最後、はい、これの3種類何か意味あるんですか？キュン、ツボ、パ。今思ってる高い声が出てる。思ったより。今キュン、ツボ、パ。はい、ファーストシングルでね、キュンとかこの形をモチーフにしてたんですけど、ここからお花がこう恋をして開いていく様子を表現したいなと思って、最後のポーズは一番前の列の下に座ってる子たちをキュンの形で、2列目の2段目のラインの子たちをつぼみで、3列目の子たちをパーにして、ちょっとこう気持ちが盛り上がっていくようなものをイメージして振り付けしております。はい、じゃあ最後になります。この曲何か思い入れがあれば聞かせてほしいな。はい、音楽が好きでダンスをこう始めたんで、僕もこの曲こそすごいこう音楽が本当素敵なもんだなっていうのをめっちゃ感じさせてくれるんですよ、うん、で家をね、朝出るとき、もうもはや普通に普段も聞いちゃうんだけど、家ドア開ける瞬間に、おおおって聞くの。ぶち上げ。いい一日が始まる。いい一日が始まる。いい曲と出会えてよかったなって、曲との出会いに感謝。ありがとうございます。この曲でそう外歩いてるだけでもうどん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 ボルテージ上がってって。体温上昇。もう分かってきた、タイミングが分かってきた。切れちゃってるから。上がりすぎちゃった。
はい、はい、このドレミソラシドという曲はですね、僕はあの日向坂に最もこう合ってる曲じゃないかなと思って、彼女たちを一番表現できてる曲だなと思っておりまして、 YouTube の再生回数もなんと日向坂で一番多い曲になりまして、はい、そうなんですよ。なので見てる方もやっぱこの曲にめちゃくちゃ元気づけられてるんじゃないかなと思ってます。はい、でそんな曲を振り付けできて、その次女となれて、はい、とても嬉しく思ってます。ありがとうございます。もうテンション上がりすぎて1回しか出てこない曲の中でね。これ初じゃん。体温も上昇したところで聴いていただきありがとうございました。また次回も楽しみにしていただければと思います。以上、クリエイトボーイでした。体温上昇。根っこ。根っこ。ガチャガチャ。